ジャニーズ事務所の改革案は未出、ゼロ回答と映ったようだ。創業者、ジャニー喜多川氏の性加害問題をめぐり、ジャニーズ事務所が7日に記者会見を実施。藤島ジュリー景子氏が社長を辞任し、東山紀之が新社長に就任した。とはいえ、ジュリー氏は代表取締役とし、手残り、株式も 100% 保有したまま。被害者への補償をスムーズに進めるための措置問い、うが、一部では、陰性を危惧する声もある。何より、ジャニーズ事務、所という社名は変更せず。国内のブランド力は認めるが、国際的に見れば、人類史に残る性加害者の名前を冠にした会社名はあり得ない。早速、会見終了とともにスポン、サー企業が厳しい対応を見せた。日本を代表する飲料メーカーであるアサヒグループホールディングスとキリンホールディングスの2社はジャニーズタレントとの契約更新は行わないと表明。後者は今後は起用しないと絶縁も突きつけた。嵐の相葉雅紀を起用する東京会場日同火災保険も広告契約の解除を検討。櫻井翔と松本潤を起用する日本航空も適切な対応が取られるまでの間、広告への起用を見送ると表明した。ジャニーズが抱えるクライアントは大小合わせて100社以上。ナショナルクライアントとなれば、一層の法令遵守が求められる。そんな中、一部スポンサー企業からは、事務所を介さず、ジャニーズタレントと直接契約を結べる、よう提言する動きも出ているという。ジャニーズ事務所という看板だけが活動を邪魔しているので、そこを排除して、タレント個人と契約を結べれば、イメージ悪化は防げるということなのでしょう。タレントに罪はないという原則に則ったもので、ファンからもよく言ってくれたと歓迎する声が上がっている。代理店関係者中から変わらないのなら、外から変える。さすがのジャニーズ事務所もクライアントの意向は無視できないが、個別契約を結べるようになってしまえば、事実上、事務所は解体ということにもなりかねない。テレビ関係者果たしてどうなるか。